はい、動画をご覧の皆さんどうもこんにちは。私が勇者キラでございます。イエイ。で、今回はね、ミニ四駆、まあ、ここに出てますからわかると思うんですけど、今回はミニ四駆の動画になります。で、今回の内容はもうこのモーター鳴らしの話です。ミニ四駆の心臓部と言っても過言ではないモーター、そしてそのモーターを鳴らしていこうという動画でございます。で、まあ、私がね、いろいろとミニ四駆やってる間にね、まあ、モーター鳴らしっていうのにぶつかったんですよ。モーター鳴らしという壁にね。これミニ四駆を始めたばっかりの人とか、ミニ四駆ね、今からやろうかなっていう人とかにね、多分問題になってくるところだと思うんですけど、モーター鳴らしってどうやってやるんですかと。で、私、近所のね、近所じゃないな。ごめんなさい。何でもかんでも近所って言っちゃう癖があるんでね、私。私、時々行くお店のレースとかで、結構早いレーサーさんいるんで、その人たちに何回か聞いたことあるんですよね。モーター鳴らしってどうやってやってるんですかみたいな。だから人、みんなね、それぞれ違うんですよ。なんかサンダーっていうね、アマゾンとかでも売ってますけど、でっかいモーター鳴らし機に、つけてやってるよとか、いう人もいれば、ただひたすら回すだけだという人もいるし、で、ブログとか見ててもね、それぞれやり方が違うし、だからもう正解はないと思ってます、私は。モーター鳴らしに正解はない。で、私なりに、いろいろ試していくうちに、まあ、これで、この鳴らし方でいいんじゃないのかな、みたいなのができたんで、まあ、そちらをちょっとこう、発表していこうかなという、感じですかね。はい。で、まず、モーター鳴らしの話の前に、モーターの話をしましょう。出ました、これ。これが私が近所のエロ本屋さんで購入した、500円ぐらいで購入したメモパッドです。どや。さあ、まずモーター鳴らしの前にモーターにいろいろ種類があるじゃないですか。まず銅ブラシっていうのとカーボンブラシっていうのが2種類あるのね。カーボンブラシと。ね。ね。ね。これわざわざこれ書く必要あったのかと。書く必要ないと思ったんで消します。ピッ。で、で、銅ブラシとカーボンブラシっていう2種類あるんですけど、銅ブラシっていうのがチューン系のモーターですね。レブチューンモーターとかトルクチューンモーターとか。で、カーボンブラシっていうのがダッシュ系のモーターと言われております。マッハダッシュとかね、パワーダッシュとか、スプリントダッシュとか。まあ、俗に言うちょっと速いというかパワーがあったり速かったりするモーターはカーボンブラシ。で、一つだけ例外があって、ライトダッシュモーターっていうのはダッシュがついてるんだけど、銅ブラシなんですよね。はい、まあ、そういうこともあり、みたいな。ちょっと回りくどくなっちゃいそうなんで、ちょっと手短に行きますけど、今回私が鳴らしていくのはカーボンブラシのモーターになるんですけど、まあカーボンブラシと銅ブラシってそれぞれ鳴らし方が若干違うらしいんですよ。ね、銅ブラシは、短時間でできるよと。カーボンブラシは長い時間かけてやりましょうよと。まあ、それぞれあるんですけれども、まず、カーボンブラシのモーター、ちょっと見てもらいましょう。この日のために私使わないスプリントダッシュバラしたんで、こんな感じでパカンと。ね、ここ見えますかね、ここ。ここ見えるかな、ここ、これ。これがカーボンブラシ。ここにカーボンが使われてるか銅が使われてるかでまた変わってくるという話ね。で、これがカーボンブラシ、こんな感じになってるでしょ。で、まあ、ここに、まあ、このモーターの、ああ、こういうのが、あ、いた。ここにね、ちょっとモーター出すわ、一回。で、ここにこう当たってるわけ、ここ。こういう感じで接触してるわけよ。こうやって。ね、こうやって接触してるわけ。で、ここの金属、ここの部分から電気がこう、ビーッとここまで流れて、で、ここに通電してモーターをギュワンと回してるわけですね。ここが、まあ言ったら通電する接点の部分になってるわけ、ここが、このカーボンの部分がね。で、新品の状態っていうのが、カーボンブラシがまあ真四角な状態じゃないですか。で、モーターのこの棒の部分が、こう当たってるわけよ、こう。ね、ここが接触してるわけ。で、電気がこう流れてくると。まあ、いう設計になってるわけ。で、じゃあ、鳴らしって何なんですかと。ね、鳴らしって何ですかというところの答えなんですけど、この軸がこうギュワーンとこう回るじゃん、モーターだから。回るじゃん、グワーンと。オラ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 ーと。グワーンと回るじゃん。ほんだら、ここのカーボン部分、接触してる部分にずっと当たってるわけ。ほんだら、削れてくるよね、だんだんと。削れてきますよね。この真四角だったのが削れてきて、この筒にこうあったサイズのこういう感じに削れてくるわけさ。ほんだらどうなります？この削れてきたらどうなりますかと。この接触する面積がこう広がりますよね。広がりますよね。そう！つまり、通電が良くなると。通電が良くなると、言ったら入ってくる電流の量が多いんで、よく回ると。じゃあモーターがよく回るとどうなるんですかと。速くなると。いうことですわ、皆さん。これがモーター鳴らしの理由でございます。モーターを鳴らさないといけない理由はここにある。モーター鳴らしてないアケポン、俗に言うアケポンの状態で走らしても接触してる面積がちっちゃいんで電気の量が少ないと。まあ、通電するあれが少ないと。容量が悪いと。だから、始めはちょっと遅いんだと。
でもその前に開けっぽの状態からある程度モーターを鳴らしておいて、回してね、回して回してこういう形に鳴らしておくことでスタートした時点で通電が良くてスピードが速いんだということです、皆さん。だから極論別にモーター鳴らさずに走ったらずっと遅いのかって言ったらそういうわけじゃなくて、走らしてるうちにだんだん削れてはくるんで、こうだん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 速度が上がってくるみたいな状態になってくるわけですよ。でもできればやっぱレース出るときってレースって一発勝負じゃないですか。で一発勝負のレースでやっぱり鳴らしてね、開けっぽの状態で走らしたらコンディション、俗に言っちゃったらコンディションが悪い状態で勝負しても勝てないんで、ベストコンディションで挑みたいよね。レース一発勝負のレースをベストコンディションで挑むためには、そのレースのためにモーターをあらかじめ鳴らしておいてベストな状態で走らさないといけないわけですよ。だからみんなこうやって鳴らしてるわけね。で、だからこれ言っちゃったらひたすら回すだけなんだよね。回してたら勝手にこう削れてきますからね、削れてくるから、まあある程度回してたらスピードは出てくるよねという、でだからいろんなやり方があるよということですよ、皆さん。はい。でまず私モーターにも個体差ありますから、当然ね、個体差がある。速いモーターもあれば、鳴らしても遅いモーターもあるし、個体差がある。で、その個体差をまずどうやって見抜いているのかということになるんですけど、私はこちらのアプリを使ってます。これ読み方合ってるのかわかんないけど、ギリっていう、なんか、携帯に入れれるアプリなんだけどね。このアプリを入れて、このアプリ起動してもらって、まあ、モーター回すじゃん。モーター回して、そのアプリをこうビット、起動した携帯をビット近づけたら、回転数大体何回転ぐらい回ってるよみたいなのが出てくるんで、まあ、それ一つの目安にしてますね。モーターをまずその、何個か5つぐらい例えば買って回して、そのアプリで回転数測って、回転数が多いやつを鳴らしてるっていう感じで、あとこのアプリの中にギア比とあのタイヤの径とかを入れたら、だいたい速度みたいなのもまあ出るようにはなってますから、まあこれはあくまでね、参考程度にしてます。私は必ずこの数字が出るわけではないと思ってるんで、まあ目安だね、一つの目安として、モーターを選ぶ際の目安として、まあそこの機能も使ってますよと、まあいう感じにしてますね。はい。で、モーター鳴らしなんですけど、モーター鳴らし、例えば Amazon とかでもそうやし、ネットとかでも調べたら、モーターの鳴らす機械みたいなのがいっぱい出てくると思うんですよね。で、まあ、それもピンキリなんですよ。安いのもあれば高いのもあるし、逆に言うと、モーター鳴らし機使わずに、まあ、こういうマシン使ってモーター鳴らすっていう人もいますよね。うん。で、まあ、私なんかレッツェンドゴー見てた世代なんで、モーター鳴らしっていうと、もうマシンに、こう、モーター積んで電池入れてひたすら回すだけっていうイメージだったんですけど、まあ、それでもいいんだけどね。結局回して削れたら OK なんで、それでもいいんだけど、やっぱ電池を、使い捨ての電池とかをこう使って、もうひたすら空になるまで回し続けるみたいな。ちょっとめんどくさいんですよね。道具も用意しないといけないし、ちょっとめんどいな。それはめんどくさいなと。で、モーター鳴らしするたびに使い捨ての電池が、のコストがかかってくるじゃないですか。それはめんどくさい。ということで、じゃあモーター鳴らし機を買おうと思い、私モーター鳴らし機を買いましたと。で、そのモーター鳴らし機なんですけど、私が使ってるのはこちらです。あー、照明が倒れちゃった。私はね、照明が大暴れしてますんでね、皆さん少々お待ちください。私がね、使ってるモーター鳴らし機はこれですね。これ。この G-Force っていうところの、鳴らし機。これAmazon でね、多分5000円ぐらいやったかな。うん。で、モーター鳴らしのために、投資して買ったものはこれだけですね。これ以外は特に何も買ってません。で、これはね、どうやって使うのかっていうと、まあ、こういう感じの端子がついてきますから、こういうミニ四駆のこう、あるじゃん、電池じゃないわ。モーターつけるやつに、こういう感じで、プラスマイナス挟んでね。で、まあ、一回試しにこっちの、これ使いますけど、こんな感じでもうセットして、これで OK。これで、モーター回せます。ちょっと一回やってみます。で、あとは、入れて、スイッチをオンと。こんな感じで出ますから、これ一回クリックしたら、この秒数と分と何分と秒と、この何ボルト入れるかみたいなのが出てきますからね。で、リセットするときは長押しでリセットできますと。電源オフも長押しで電源オフと。で、まあ、例えば10分回したいよっていう場合は、こう、回しまで10分にして、何ボルト、まあ、例えば2ボルト使いたいと。いうときはこう2ボルトにしてもらって、もう押したらこれ回りますからね。はい、こんな感じで。で、回ると。で、これ今晴天の状態で逆転する場合はここを押してもらったら逆回転になるんで、こんな感じで回すわけ。で、私のモーター鳴らしのやり方なんですけど、まあ、この機械を使って、1.4V で回してます、いつも。1.4V で、晴天を20分。
20分回したら今度 1.4 ボルトで逆転にして20分と。で、それを3セットずつですね。3セットずつやってます。だから、晴天3、1.4 ボルトの晴天3セット。ああ、違う。ああ、ちょっとよくわかんなくなってきちゃった。僕数字に弱いんだ。ああ、ごめんなさい。1.4 ボルトにして、晴天で20分を3セットと、同じく 1.4 ボルト、逆転の20分を3セット。だから合計で2時間回してます、いつも。で、ただそれだけじゃダメなんですよ、これ。なんでかっつうと、これね、このままギューっとひたすら回し続けるとね、モーターが熱持ってきちゃうんですよね。で、モーターがあまりにも熱を持ちすぎると、なんていうのあれ、トルクが落ちてくるっていう話を聞いたし、まあ実際危ないじゃないですか、モーター熱々になって、なんかビューってひたすら回してたら、なんか煙出てきたりとかしても嫌だしね。私、やはり奥さん怖いんで、モーター鳴らししてて、モーターから煙が出てきてたりとかね、異臭がするとかね、最悪火事になったとか火吹いたとかなったら、私絶対奥さんにもう、抹殺されますから、だから、ちょっとこう冷やしながらする必要があると。で、まあ、パソコンのパーツとかでね、USB で使えるファンとかあるじゃん、冷却ファンみたいな。まあ、ああいうのを、まあ、使ってもいいんだけど、まあ、私ちょっと冷却ファン買うのもったいないなと思ったんで、まあ、私の場合ですけどね、私はキャンプとか結構行くんで、こちらの充電式のこう、扇風機を使ってやってますよと。ちょっとそれをお見せしましょう、一回。はい、まあ、ということでね、これが何だっけ、これ、クレイモーかなんか、キャンプとかで使える4時間ぐらい作動する内蔵式バッテリーの扇風機なんですけど、まあ、これ、ちょっと不安定じゃないですか。で、不安定なんで、こういう感じで、本を入れて、足場を作って、で、ここに、モーター乗せて、で、それだけだと動いちゃうんで、まあ、マスキングテープでも何でもいいんだけど、こういうので、こう、こうやって、こう貼り付けてね、こういう感じで貼り付けて、で、扇風機こう、今回してますから、扇風機回した状態で、こう回すと。こういう感じで回すと。で、これうるさいじゃないですか。これ今、扇風機の音と、モーターの音とうるさいじゃないですか。で、私、やはり、妻が怖いんで、怒られちゃうんで、うるさすぎたら、うるさいって言われるんで、こうやってね、こうやって服かぶして、服とかタオルとかこうかぶして、音を防ぎつつ、モーター流しをしてるわけですね、こんな感じで。はい。はい。まあ、これで、一応私の、モーター鳴らしと。こんな感じで回してるよと。こうだね。このスタイルだね、私はいつも。まあ、結構アナログモーター鳴らしスタイルになるんだけど。まあ、でも、言っちゃったらこの、モーター鳴らし機1台あったら OK なんで、まあ、これもそんなに高くないし。で、安いの探したらこれよりももっと安いやつ、本当に回すだけの機能のやつとか、もあるんで、まあ、そちら使ってもらって、なんか適当にこういう扇風機みたいなのにこう貼っつけて、まあ、冷やしながら回すと。で、その、私の場合は、1.4 ボルトの晴天逆転20分の3セットずつっていう話してましたけど、それはね、もういろいろ個人でいろいろ試して、それを2セットでやってみるのでもいいし、もうちょっと回してみるのもいいし、で、私が聞いたレーサーさんの中では、もう5分ずつ回したら、もうあとはひたすら走らして鳴らしてるみたいな人もいたんで、もう本当にそれぞれですけど、私はこういうやり方と。で、じゃあ、例えば仮にこれ晴天逆転の3セットずつ終わりましたよ。じゃあ、モーター完成ですかっていうと、そうじゃないんですよね。これ言っちゃったら中で削れてるじゃん。このカーボンブラ、あー、アメージングレース。で、こう、カーボン削れるじゃないですか、言っちゃったら中で。カーボンガーって削れてるから、カーボンの削りカスが溜まってるじゃん、このモーターの中にね。んだら、このカーボンの削りカスが溜まっちゃうと、その通電するときの妨げになる可能性があるんで、中を一回綺麗にしたいと。中を一回綺麗にするためにどうするのか。これはね、これパーツクリーナー、中にぶち込みます。このパーツクリーナーを、この穴とか、こことかに、細いノズルで、こう、シャーって、パーツクリーナーぶっかけて、中のカーボンの削りカスを除去すると。で、それもちょっと動画でね、撮ってきたんで、ちょっとそれ見てもらいましょう。はい、ということでね、こちらがね、先ほど言ってたやり方で鳴らしたモーターになるんですけれども、まあ、中、カーボンのブラシ削れてるんですよね。で、削りカスが中に溜まってる状態なんで、ちょっとこれを洗浄したいということで、使うのはこちらですね。これパーツクリーナーですね。ちょっとあれですけどね、うん、パーツクリーナーなんですけど、これを
まあ、この穴とか、こことかね、まあ、こことか、狙ってプシュッとやってあげると、カーボンの粉が出てくるんで、ちょっとやってみます。ここに押し当ててね、プシューと、プシューと、プシューと、まあ、飛び散りますけど、結構。結構、ブワッと飛び散っちゃいますけど、まあ、あまり気にしないで、まあ、このままどんどんやっちゃいましょう。まあ、僕の手もね、僕の手もこうパーツクリーナーでびちょびちょですけどね、気になる人は手袋とかしていただいて、ね、まあ私の手なんかはもう汚れ切っておりますんで、まあパーツクリーナーかけて洗浄するぐらいがちょうどいいみたいな冗談を挟みつつ、こうやって洗浄していくわけですね。こうやって、もう手が冷たいですね。こうやってね、うん。もうついに、もうこれでゆすいじゃうと。こんな感じで。こんな感じで、もう、オラ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 って感じでね、ゆすいじゃうと。もう、オラ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 言うて。オラ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 言うてね。汚物は消毒だみたいなこと言いながら、こうやって洗うわけですね。ほんだら、これ見てください。ここ。見えるかな？これカメラで映るかな？これ。このキラキラしてるの分かります？この濁ってるの。横から見たら、横から見たらね、ちょっと、こんな感じで濁ってるでしょこれ。だいぶ。ここ。これ濁ってるでしょこれ。パーツクリーナーが。ほら。これ。この黒いの。黒い。ほら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 。ここら辺溜まってる。ここら辺溜まってるでしょ。これが、カーボンブラシの削りカスでございますんでね。これ今溜まってるやつが。だから中の削れたカーボンブラシはこうやることで、綺麗になるんで、こんな感じで。慣らした後は一度こんな感じで私は洗浄しております。で、もうパーツクリーナーはね、自然に、乾いてくれるんで、まあ、このままちょっと置いといて、乾いたら、まあ、使用しましょうという感じですかね。はい。はい、まあ、そういうわけで、この慣らし器使って、ひたすらこれ回して、で、溜まったカーボンの削りカスをさっきみたいにパーツクリーナーで綺麗にして、まあ、それで一旦モーター慣らし終了という流れになりますね。はい。で、さっき言って、初めに言ってたギリっていうアプリ使って回転数、まあ、測ってみたら、もらったらわかるんですけど、開けっぽの状態と、その鳴らし作業をしたモーターの状態だと回転数、結構変わりますから、まあ実際モーターがそれで回るようになったんだなと、実感してもらえるのかなと思います。で、まあそれでね、私の場合は、まあ5つとか6つとか、それぞれモーター買って、まずその回転数とか調べて選別して、その中からまあ2つ3つぐらい候補を選んで、で、その2つ3つを鳴らして、で、最終的にもう一回アプリで回転数測ったりとか、速度とか出したりして、で、このモーターにしようという感じで選んで使うという風に、まあ、してます。まあ、モーター鳴らしはね、本当に手間がかかる。1個あたり、やっぱり2時間とか、僕かけてやってるんで、まあ、かける人はもっと時間かけてモーター鳴らしてると思うんですけど、まあ、それぐらい時間かけてやらないといけないんで、ちょっとめんどくさいところはあるんですけど、まあ、それをね、ちょっとこだわってやってもらったら、必ずマシンは速くなると思いますんで、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回はここらで終了にしようかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。